安史デーの聖母は、正規ルネサンスの画家ラファエロ・サンティが、画家としてのキャリア中期にあたる、フィレンツェ時代の1505年に描いた絵画。ポプライタに、油彩で描かれた絵体である。幼児キリストを抱き木星の玉座に座する聖母マリアが、描かれた作品で、マリアから見て、右側には、洗礼者聖よ羽が、左側には書物に目を通すバーリの聖ニコラウスが、 それぞれ廃されていることから、玉座の聖母子と洗礼者聖ヨハネ、バーリの聖ニコラウスとも呼ばれ、他にも制作当初は多翼祭壇画を構成する絵画作品の一枚だったことから、アンシュデーの祭壇画と呼ばれることもある。制作当初の多翼祭壇画には、祭壇器部の飾り絵も付随していたが、この飾り絵中で現存するのは、説教する洗礼者ヨハネのみとなっている。現在は、 アンシュデーの聖母も飾りへの、説教する先例者ヨハネも、ロンドンのナショナルギャラリーが所蔵している。アンシュデーの聖母には、右側に、先例者、ヨハネ、左側に、聖ニコラウスを従えた聖母マリアが、威厳に満ちた姿で、高みの玉座に座っている情景が描かれている。写実表現ではなく、様式美表現を追求した作品で、玉座には、肘掛けはなく、 玉座への踏み段も極めて急勾配に描かれており、画面情報の球状の建築物や玉座の表現技法などがこの作品に優雅さを与えている。アンシデーの聖母には、フィレンツェ時代のラファエロの作品に見られる、当時のウルビーの絵画における厳格な神聖表現の強い影響があり、マリアが座る玉座の上部には、万歳、キリストの母という名が刻まれている。また、 聖母と比較すると、幼児、キリストや、先霊者、ヨハネの方が、ラファエロ後期の、ローマ時代を思わせる、より自然な姿形と、感情表現で描かれていると言われている。ナショナルギャラリーのラスキンは、アンシデーの聖母は、ラファエロの最高傑作の一つであり、キリスト教教義の高みを具現化した作品だとし、その理由を何点か列挙した。まず、 作品の出来栄えがほぼ完璧で、数世紀にわたって高く評価され続けてきたことを挙げている。描かれている金細工の表現は、本物と見まごうほどだが、作品全体を調和させる効果があるとする。次に、人物像が穏やかさに満ちて描かれていることと、人物像の精神性、内面性が豊かに描き上げられていると評価している。そして最後に、苦悩や、 今わしさ言いった見るものに、不快さを模様させるものが、欠片も見られない、心地よさ、充足感、美しさを描き出した作品であるとしている。アンシデーの聖母に描かれている風景を含む、あらゆるモチーフは、性筆と聖聖とを想起させるものとなっている。また、聖ニコラウスの足元に転がる三つの玉のようなものは、キリスト教教義の聖三味一体の象徴あるいは、 ニコラウスの伝承にある、貧家の娘を救うために投げ入れた金の詰まった袋ではないかと考えられる。フィレンツェ時代のラファイロは、様々な芸術家からの影響を過剰なまでに受けていた。自身のシペルジーノをはじめ、ドナテロの大遺跡彫刻作品、マサッチョのフレスコが、ミケランジェロのダビデ像、レオナルド・ダビンチの絵画など、当時のラファイロが、自身の作風を洗練させるために、 多くの芸術家の長所を取り入れようとしたことが、アンシデーの聖母の構成、仕上がりに見て取ることができる。ラファエロは、アンシデーの聖母において、詳細部分にわたる精緻な表現で優れた作品を描き上げた。当時23歳という若さだったラファエロは、入念かつ秩序だった技法を導入することで新たな絵画表現手法を得た。主題を明確にするために、 何を描くべきかは重要な要素で、優れた画家かどうかは何を描かなかったによって決まるとも言われる。暗視ーの聖母の背景は余計なものが一切描かれていない生命で平穏な表現となっている。宝飾飾りが散りばめられた衣服や、紅い産後の飾り紐などに用いられている彩色も明快で効果的な顔料が使用されている。1508年25歳の時に ローマへと渡ったラファエロは、大公の聖母や、秘話の聖母、そしてこの、アンシデーの聖母などの作品で知られた、非常に高く評価される著名な芸術家となっていた。ロンドンのナショナルギャラリーが所蔵するラファエロが描いた、説教する洗礼者、ヨハネ。祭壇画だった、アンシデーの聖母の祭壇基部に描かれていた、唯一の現存する、飾り絵。聖母子と洗礼者聖ヨハネ。 バーリの聖ニコラウスと呼ばれる祭壇画の制作をラファエロに依頼したのはニッコロアンシデーである。ペルージャのサンフィオレンツォ教会にあった聖ニコラウスに捧げられたアンシデー家の礼拝堂に安置するためであった。祭壇画、アンシデーの聖母の祭壇基部には2点の飾り絵が描かれていた。そのうちの1点が現在ロンドンのナショナルギャラリーが所蔵する、説教する先例者ヨハネで、 アンシデーの聖母に描かれている先例者、ヨハネの真下に置かれていた。もう一点の飾り絵には、アンシデーの聖母の聖母子の元にあたる部分に、聖母の婚礼が聖ニコラウスの下にあたる部分にはニコラウスが起こしたとされる奇跡が描かれていたが、現存していない。アンシデーの聖母の制作年については、複数の説がある。以前は、 ペルジーノからの強い影響が見られるその作風から1505年に制作が開始されたと言われていた。その後、さらなる精査によって1507年の作品ではないかという説が唱えられた。また、ラファエロの作風の変化から見て1505年に制作開始、1507年完成とする説もある。アンシデーの聖母が置かれていた礼拝堂は、 1763年にサンフィレンォ教会が改築された際に一旦取り壊された。その後礼拝堂は再建され、現在では19世紀に制作されたアンシデーの聖母の模写が祭壇画として飾られている。オリジナルのアンシデーの聖母は1764年にイングランドのロバート・スペンサー教が兄の第四代マール・バラコジョージ・スペンサーへの贈り物として金額は 未公開だがおそらくは相当な高額で購入している。その後、アンシデーの聖母は現在世界遺産にも登録されている、ヨーロッパで最も重要な建築物の一つである、マールバラ公爵家の大邸宅ブレナム宮殿に収蔵されており、このことからブレナムの聖母と呼ばれることもある。世界的にも最高の絵画の一つとみなされていたアンシデーの聖母は、 1885年に発布されたイングランド議会修正法案のもと、第8代マールバラ公ジョージ・スペンサー・チャーチルによって、7万5000ポンドないし7万ポンドで、同年にロンドンのナショナルギ、この金額は1点の海外に支払われた。購入額としてはそれまでの最高額の3倍に当たる巨額であり、当時、ラファエロの絵画作品が、ローマ以外の地では、 希少だったことも背景にあったと考えられている。ありがとうございます。